はブーフ、名前はカルビ、好きな焼肉の部位はタン、ブーフカルビタンです。みなさんどうも、大津カルビ。はい、今日は実はですね、私世界のディズニーを全制覇してるんです。東京、ハワイ、カリフォルニア、フロリダ、香港、パリ、上海ですね、を全部行きました。友達と行ったものもあれば、家族と行ったものや一人で行ったところもあります。全部回ってよくどこが一番良かったって聞かれることが多いので、何を楽しみたいかによって結構変わってくるかなと思うので、今日はグリーティングですね。キャラクターと写真を撮ったり握手をしたりサインをもらったりできるキャラクターグリーティングを楽しみたい方は、ここがおすすめだよっていう私的なランキングを紹介したいと思います。今すぐに旅行っていうのは難しい状況かなと思うんですが、いつか行きたいなとか行ったことないから詳しく知りたいなっていう方の参考になったら嬉しいです。どのパークもそれぞれ良さがあってランキングをつけるのがすごく難しいんですけど、私なりに考えたので、よかったら最後までご覧ください。はい、それではキャラクターグリーティングがとっても楽しいランキング第3位はハワイのアウラニディズニーです。プールと宿泊施設を楽しむっていうところで、アトラクションっていうのがないんですけど、その代わりミッキーたちとフラダンスができたりとか、一緒にヨガやったりとか、サップができたりとか、いろんなアクティビティがあって、ゆったりちょっと現実離れした世界を楽しむみたいな空間です。で、私は家族と行ったんですけど、アウラニディズニーは何時にどこに誰が出てくるっていうのが事前に分かるんですね。受付とかに電話すると、何時にどこに行けば誰に会えるよっていうのを教えてくれます。あとはアウラニディズニーでしか見れないコスチュームをミッキーとかミニーちゃんとかダッフィーとか着てたりするので、それもすごく可愛いです。あとキャラクターたちが若干こんがり日焼けしてるのもすごく可愛いポイントです。グーフィーとかは一緒にプールに入って遊ぶこともできました。水をねかけてきたりするんです。で、あとはなんかよく現れたのはスティッチがスティッチがめっちゃ急に突然その辺をフラフラ歩いたりしてました。もうとっても楽しいです。それでは第2位です。第2位はフロリダのディズニーランドです。フロリダはですね、もうとにかく広いんです。いろんなパークが、まあ、東京でいうとディズニーランドとシーみたいなのがフロリダはいっぱいあって、もう何日あっても足りないぐらいいっぱいあるんです。10日あっても回りきらないんじゃないかなっていうぐらいあります。もうこれは大学の卒業旅行で行ったんですけど、その時ももうパークを絞ってこことここに行こうっていう風に事前に決めて、そのパークだけで絞って行ったので、まだ行けてないパークもあったりするんですけど、すごい楽しめました。日本ほどグリーティングに並ばないです。あとは日本にはいないキャラクターがいっぱいいたりします。ベイマックスとか、ベイマックスに出てくるヒロとか、プリンセスソフィアとか、あとはグリーティングの場所があって、そこに行くと、そこに行けば必ず写真が撮れるっていうところがあります。プリンセスとか、日本にいないキャラクターにいっぱい会えたのですごく楽しかったです。はい、そして第1位の発表です。第1位は香港ディズニーランドです。香港ディズニーランドは本当に楽しくて、友達と2回行きました。しかも2回目の時は 2days 行きました。本当に楽しくて、日本から近いし、まあ、時期にもよるかなとは思うんですけど、すっごく空いてるんです。基本並ばない。キャラクターと写真を撮るっていうのがあんまり海外の方は興味がないというか、日本人がわーって行く感じで、ほとんどキャラクターと写真撮ってる人いなくて、何周でもできるっていう感じでした。1日で10何人と写真撮れましたね。全然並ばないから、見つけたら、あ、撮ってって言ったら必ず撮ってくれるっていう感じでした。で、あとキャストさんとかも結構フランクな感じなので、私絶対ラプンツェルと写真が撮りたくて、ラプンツェル何時に来ますかって聞いたら、何時にここに来るみたいな感じで言われて、時間を教えてくれました。なので絶対撮りたいキャラクターがいる方は聞いてみてもいいかもしれない。まあ、ダメな時は教えられないよって多分言ってくれると思うので、もう香港ディズニーは、ね、キャラクターグリーティングもアトラクションも全部空いてます。本当に全く並ばない。スペースマウンテンとか日本だと70分とか100分ぐらい並ぶと思うんですけど、もう待ち時間ゼロ。
5分って書いてあってもノンストップで進めます。なので本当に楽しいです。初めて海外のディズニーに行くって方は香港から行ってみたらいいんじゃないかなって思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は私がおすすめする世界のディズニーパークのキャラクターグリーティングランキングを紹介しました。いかがだったでしょうか。いつか行ってみたいなって思ってる方や、いっぱいありすぎてどこに行ったらいいかわからないっていう方の参考になったら嬉しいです。知らなかった、自分も行ってみたいって思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れビー。今日も動画見ていただきありがとうございます。 Twitter や Instagram もやっていますので、そちらもぜひフォローしてください。マジでしょ。